d 5 3 1 9形式図 D50 型は、日本国有鉄道の貨物用、テンダー式蒸気機関車の一形式である。当初は9900型と称したが、1928年10月、D50 型に形式変更された。鉄道の現場を中心に、デコル、またはデゴレの愛称があった。本校では、D50 型を標準器用に改め設計した。 基地庁鉄路、吉厚市鉄路500系機関車についても記述する。第一次世界大戦に伴う国内貨物輸送需要の増大を背景として、鉄道院では1916年頃から9600系の後継機の計画が取り沙汰されるようになっていた。ここでは、より強力な貨物機を投入し、輸送上のアイローとなっていた箱根越えなどの 公売区間での輸送単位の増大を図ることが計画され、当初は改めき論争との絡みもあり、樹軸を持たない9600型にそのまま、同軸を一軸追加して、デカポット型軸配置に拡大した機関車が検討の訴状に乗せられた。だが、鉄道国有化後長期にわたり、議論が続けられていた改めき論争が、最終的に狂気派の勝利で決着し、狂気に、 最適化した設計の18,900型が大きな成功を収めたこともあり、貨物用についてもデカポッド規案を放棄し、18,900型と同様に、軸配置を受大車付きの帝形とした9,600型を上回る高性能機が計画されるようになった。かくして、本形式は鉄道院の小川原東吉義氏を主任設計者として、 鉄道省とメーカー各社により共同設計された。本形式は、川崎造船所が主体となり、汽車製造、日本車両製造、日立製作所により、1923年から1931年の間に380両が製造された。しかし折からの昭和強行による貨物輸送量の減少により、強力な貨物用機関車の需要が小さくなったため、 製造が打ち切られ、以後の増備は改良型の D51 型へ移行した。それまでの貨物用標準型蒸気機関車であった9600型より、ボイラー、シリンダーなど、各部分を大型化したが、設計は、ほぼ完全に新規で、起こされており、アメリカ流のラージエンジンポリシーの影響が、色濃く現れている。三感動構成の高加質加熱式。 ストレートボイラーを搭載する。キセル長は18,900系の設計を踏襲し5 5 0 0、mm、トルとされ、飛行士面積は3.25平方メートルで、受台車装備により飛行士を大枠間に収める必要性がなくなったことから、9,600型と比較して1.4倍に拡大された。使用上気圧は12.7気圧で、国鉄正式機では、 初採用となった給水温め器を全部デッキ状に搭載してボイラーの熱効率の向上を図り、また自動空気ブレーキの採用に伴い動力源が確保されたことから動力式、粉火工が採用され、乗務員の労力軽減が図られている。さらに、 1927年製造の19992からはアメリカンロコモティブから輸入された 8200K の最新設計を参考に、加湿にアーチ缶を追加し、キセルの電熱面積を縮小、加熱面積を拡大することで燃焼効率の改善と性能の向上が図られている。なお、火床面積やキセル長などの特徴や構造から、 このボイラーの設計にあたっては、1910年に、アルコ社が、南アフリカ連邦鉄道へ一両を納入した、やはり樹軸で高架質を支える構造のボイラーを、備える従 D 型機関車が参考にされた可能性が、指摘されている。仙台車は一軸新公式、樹代車は18,900型での実績を踏まえて、改良が施された。 コール式を採用し、道輪系は高速貨物列車引を念頭に置いて9600系の 1250mm から 1400mm に拡大された。同軸の指示は、当初、二内バネを欧米と同様、下バネ式としていたが、9922以降は、検査時の道輪の着脱の簡略化を狙って、上バネ式に設計変更され、 これに伴い干渉する部品の位置関係を順番に修正していった結果、過失を支える後大枠を延長し、ボイラーそのものも交代させるという大掛かりな設計変更を強いられた。そのため、後述するロッドの材質変更もあって、D50 系乗務経験のある乗務員の乗り心地に関する評価では、前期車の方が格段に良かったとする意見が残されており、 運動部品の完成質量の増加と上バネ化によるロールセンターの上昇が走行中の車体振動に直接影響を与えていたことを示している。また、新設計が導入されたリンク式の先代車は進行棒と軸箱の結合や案内装置の設計が適切でなかったことから脱線事故や第一動輪のフランジ弁摩網が多発し、 さらに、淡水車と機関車本体の連結装置の設計が適切でなかったことから、側線などで用いられる8番分岐の通過時に脱線を頻発させた。これについては、機関車本体のみで8番分岐器を通過させたところ、脱線が発生せず、淡水車連結時に限って脱線したことなどから、機関車本体と淡水車を連結する連結装置を、両側式から、 中央式に変更し、仙台車進行棒を短縮して、機関車全体としての曲線通過性能を引き上げる、ことで対処された。また、仙台車そのものについては、d 5百3 6 4から369.376から380で C10 型にて構成席を、収めていた、この式に変更することで、最終的な解決が図られた。 大枠は88艦隊計画がワシントン海軍軍縮条約締結により中止となったことで大量に余剰となった肉厚の圧縁鋼板を活用することで日本で製造された鉄道員正式機器としては初となる 90mm 厚鋼板をくり抜き加工した部材による膨大枠構造となった鉄道員正式機ではすでに九百十二年に 製造された8850型や4100型で、膨大枠が採用されていたが、前者は、プロイセン王国、後者は、バイエルン王国からの輸入機であり、日本の素行生産量の多くを占めていた、官営や渡製鉄所が未だ第二期拡張工事の途上にあって、国内市場で適切な板厚の圧縁鋼板が、調達できなかったことから、 前者の川崎造船所によるスケッチ製産期では中高生大枠が後者の模倣改良型にあたる4110型では板大枠がそれぞれ代用設計として採用される状況であったそのような事情から八幡製鉄所の第3期拡張工事が完成した1917年以降の設計となる本形式についても戦艦、巡洋戦艦だけで ヤワタ製鉄所の年間生産目標量を超える、膨大な量の素行を消費する予定であった88、艦隊計画の中止がなければ、膨大枠の採用は困難であったと見られている。シリンダーは、工程が18,900型と共通の 660mm で、あるが内径を 530mm から 570mm に、拡大することで、牽引力の増大に対応している。 便装置は一般的なワルシャート式で19910まではバネ下重量や完成質量の軽減を図ってロット類を小断面かつ軽量のニッケルクロム構成とした。もっともこれは後に切損事故が発生したことから19911以降は断面を拡大し材質をバナジウム項に変更して対処した。ブレーキ装置は 自動空気ブレーキへの切り替えと、連結機の自動連結機への交換、そしてそれらによる列車重量の増大を睨んで、心臓当初より、ウェスティングハウスエアブレーキ車線、計1 4自動空気ブレーキが標準搭載され、これに必要となる空気圧縮機や空気タンクなども、ボイラー左右側面の歩み板周辺に搭載された。 その一方で牽引される客貨車には1930年代初頭まで真空ブレーキのみ搭載する車両が残されていたことからその撤去終了まで真空ブレーキ用機器も合わせて搭載されていた本形式では淡水車として当初20立方メートル型と呼ばれる水槽容量20.3立方メートル単固容量8.13トンの専用設計品が 採用されたが、これは、水槽容量の大きさゆえにロングランを実施する、旅客列車用 C 51、C51、C53 型などに転用されるケースが、多く、実際に少なくない数の本形式がそれら旅客機から、振り返られた12から17型などを連結していた。また、この実情を反映し1927年製造分の、途中からは、 当初より12から17型装備で巡航している。9900K の製造順と番号の対応は、1番目が9900、2番目が9901、3番目が9902、100番目が9999 99となるが、101番目は満員に、1を加えて19900とした。その後も同様で、下2桁を00から始め、 99に達すると、次は満位の数字を一つ繰り上げて再びした二桁を00から始めという不満法とした。従って、100番目ごとに満位の数字が繰り上がり、200番目が19999,201 19, 番目が29900となる。このため、ナンバーと製造順を対応させる公式は、次の通りである。 万の位の数字100下2桁の数字プラス1、イコール製造順また、1928年の、称号規定改正による D50 型への改版については、番号順に9900を D51、9901を D52、29975を D5276 とした。アメリカ流の機関車設計手法をストレートに導入した。 本形式は、心臓直後の同一条件の下での性能比較試験において、9600型に対して、ボイラー性能の飛躍的な向上と出力の増大により60、60%の性能向上を実現した。こうした、アメリカ流が随所に持ち込まれた、本形式の設計については、鉄道省の主流たる、ドイツ派を率いる朝倉貴一からは、勘が、 課題と酷評された。だが、本形式初号機の竣工当時、貨物列車牽引の主力であった9600型で600トンから700トンの、牽引が限度であったところを、D50 型では連結機の自動連結機化と空気ブレーキの採用により、一挙に最大950トンの列車牽引が可能となった、ことから運転を担当する部局からは、好評を博し強い支持を得た。 そのため、川崎造船所、汽車製造、日立製作所、日本車両製造本店と大手鉄道車両メーカー各社を動員して量産が進められた。初期車は登場後、直ちに東海道本線、三北沼津間、常磐線、田畑水戸間などで使用開始された。東海道本線の特急の補機事業では、 本向きである C51 型や C53 型と同様、時速 90km 以上を出すこともしばしばであった。本形式は四国を除く全国各地の主要線区で貨物列車県引用に、あるいは急勾配線区の旅客、貨物列車県引用として使用された。特に急勾配と大きな輸送谷で厳しい使用条件にあった北陸本線や中央線。 新越線などの勾配区間を抱える各線では D51K の申請開始後も長く同形式の配置を拒否し同軸重がわずかに重く空転が発生しにくい本形式の配置を長く要求し続けたと伝えられており途端場で頼りになる本形式に乗務員が寄せる信頼は非常に大きなものであったとはいえ空転による停止や逆行と無縁とは言えず乗務員の 失速事故をたびたび起こしており、中には前述のように多数の重症者や死者を出す、悲劇的な事故も引き起こしている。余談だが拒否された D51 も後に、急勾配で絶対に停止しない機関車として、乗務員に大きく信頼を寄せられるようになっている。また、仙台車と同輪の間のスペースが広く研修が楽だったことから、本形式は保守を担当する。 各機関区や工場の職員からも指示された。もっとも、これは、言い換えれば、全部のオーバーハングが長いということを意味し、さらに前述の通り曲線通過性能に、やや難があったため、本形式は対抗運転や、推進運転時に軽量な二軸車を中心とする、牽引車両を脱線させてしまう事故をしばしば起こした。 このため、軸重がほぼ同じ C51 が配備されているにも、かかわらず、保線側や、経理担当からの風当たりは散々なもので、設計人は相当な恨みを買ってしまった。室蘭本線の石炭集結列車では、1930年から9600型で2000トン列車が設定、運行されていたが、1936年に、 本形式が投入されると2400トン列車が設定、運行され、後に D51 型がこれに加わった。もっとも、戦前から戦時中にかけて、特に厳しい運用に重点的に投入され、国士で急速に疲弊が進んだことから、1955年頃より老朽化による廃車が出始め、1965年頃までに、ほとんどが廃車あるいは工述する。 d 6 0系の改造出社となった。末期に残ったのは、若松、農型両機関区に配置され、地下方本線の石炭列車に使用されていた、数量と一ノ関機関区に配置され、大船渡線、一ノ関陸中松川間の貨物列車の牽引に当たっていた二両であった。最後の一両は、農型機関区に配置されていた D50140 で、 1971年まで使用された後、梅工事気機関車間に胴体保存された。昭和期の国鉄では D50K の性能諸言をもとに、幹線の貨物列車の牽引定数が決まり、そこから駅の有効長や貨車ヤードなどの鉄道施設の企画が決定され、今日の鉄道に引き継がれている。あらゆる意味で、 日本の鉄道の基礎を築いた機関車と言えよう。また、蒸気機関車に限ってみても、ドイツ派に課題と批判された、本形式のボイラーの設計、構造は C53、D51 型から C59 型までの各形式に搭載されたボイラーの基本となり、また足回りの設計は、後継車種である D51。 D52 型にほぼそのまま受け継がれることとなった。本形式は特急列車を中心に華々しく活躍した C51 型や製造数の多かった d 5 1系の影に隠れて目立たない。だが、その完成以後の国鉄における上気機関車設計のみならず地上設備の整備計画に重大な影響を与え、また輸送計画についても、 決定的といって良い影響を及ぼしており、本形式は日本の国鉄正式蒸気機関車の技術、発達史上において一大活気をなした重要な機関車の一つであると言える。1939年に D50193 は陸軍の要請で標準機化改造を施されて教室、上海南京間の家中鉄道で運用された。 中華人民共和国成立後も存在し1951年16型となったが1955年にはすでに存在していない。大船渡線、一ノ関陸中松川間の石灰石輸送を行っていた一ノ関機関区の D51267-346 は陸中松川駅に転車台がないため、淡水車を先頭にしたバック運転を強いられていた。 そのため、逆基地の広報視界確保策として、C56 系同様、淡水車両型を大きく切り欠く改造が施された。その結果、石炭搭載量もタンク機関車並みとなっている。同様の改造は、入れ替え専用となった他形式のテンダー機関車にも見ることができる。後年、D51 型が大量製造されたこともあって、量数に余剰を生じた。 そのため、平線規格線区向け転用のために、1951年から1956年にかけて、78両は受大車を新造の二軸受大車に振り替え、シリンダー内径を 550mm へ縮小。ボイラそのものもキセルの構成を全面的に変更して、D60 型に改造された。1952年には、大宮工場機関車か、 芋の職場長であった、宇佐美義雄が考案した、自動化ヘンリード弁を備える宇佐美式弁装置を D50190 に装備したが、これは1956年に、球場に服された。日本が、深夜中華民国との契約をもとに建設、南満州鉄道の委託経営で運営されていた、吉町鉄路と、吉厚市鉄路では、1923年から、 D50K の設計をもとに、標準機化した 500K テンダー機関車16両を、川崎造船所と、汽車製造に発注した。500K の外形は、D50 型に近いものであったが、機関や車両限界の違いもあって、ボイラー中心口など、各部の寸法が一部異なっており、給水温め、器の有無などの差異があった。基地庁鉄路と、 吉し市し鉄路は1931年の合併を経て1933年には満州国有鉄道系都線の一部となり基地長吉しし鉄路時代は501から516の番号が与えられていた500型は6540から6555に改版1938年に満鉄車線満州国鉄線河北交通で行われた 景色称号改正では、未かな形とされたが、戦後の消息は不明である。大半のものが早く廃車あるいは改造されたため、保存機は少なく、以下の2両のみである。胴体保存機はない。D50140 は、2006年、梅工事の蒸気機関車群と関連施設として、純鉄道記念物に指定された。ありがとうございます。